今日は三浦市にある飯島農園さんに来ています。こちらでは無農薬や減農薬で野菜や果物を栽培しています。三浦半島は温暖な海洋性気候と水はけの良い関東ローム層の大地が広がっており、神奈川県全体の野菜出額の約 40% を占めるとともに、全国有数の露地野菜の産地でもあります。中でも三浦市はその中核になっており、広大な農地が広がっていますが、無農薬栽培で販売をしているところはほとんどないのが現状です。借りてるのを入れれば15箇所ぐらいありますかね。これがあの昔の田んぼを埋め立てた国の政策でやった畑なんですけども、堆肥なんかを大事にしてましたし、雨の日は入らないとか、そういう伝統があるんで、やっぱりまとめれなかったですね。現在は市販の堆肥や化学肥料が使われることがほとんどですが、飯島農園さんでは堆肥も自分のところで作っています。まずは堆肥場を案内していただきました。もともとはその自分でその、ですね、あの塩ぼかしとか作ってたんですけども、あとは米ぬか、これこのお米の袋に入って米ぬかなんですけども、これを堆肥に混ぜたりとか、今うちやっていますけども、なるべく酸素を使わないようにということでやっていきたいと思ってますけども、米ぬかを混ぜて堆肥と混ぜてゴミを出さないようにということでやっています。ムヌカをやることによって分解が早まるんですね。あ、米ぬかのいい匂い。大体半年ぐらい経ってますね。すごいふわふわしてますね。匂い、でも匂いとかそんな、そうですね、ないですね。コーヒーカスとかウロン茶カスをジュース工場の方から処理する業者さんがいるんですね。それを一時発酵させたものをうちでいただいて、発酵中の、なるほど、すごいですね、湯気が60度とか70度とか、なるんだ。触った後です。あー、とかい、あ、でも発酵中は匂いが結構、そうですね、ありますね。こういう大根の葉っぱとかもまだ形が見えてますからね、これが見えるようだったことなんですね。時間があればここも連れてきて、その堆肥は生きてるってとこ見てるね、発酵してるとこ見てもらいたいんですよね。生きてるものをその畑に入れて活性化させなくていいのかなっていうのがあるんですよね。息子たちがまだ小さい頃ですね、こんな環境にいるのにそのアトピーとか喘息だったんですね。で、まあたまたまその病院の先生にそんな話をちょこっとしたら、飯島さん、いくらいい環境にいても抗生物質がいっぱい入ってる牛乳を飲んだり、その野薬たっぷりの野菜食べたらそうなりますよなんて言う先生だったんですね、たまたまね。そうなんですかなんて話して、それからじゃあ徐々にその野薬を減らしていこうっていう話になって、まあ喘息とかアトピーは全然出たくなりましたけど、やっぱりでも花粉症とかはやってますね、やっぱりね。無農薬で作るのはいいんですけど、引き取り手がね、その生協さんという割にそのやっぱり虫がいちゃダメとか、ね、そういうのは非常に多いんで、出荷用っていうんですかね、それはもう減で今ちょっともう満足じゃないですけどやってますけども、で作り手と受け手の意識が一致してないと、ね、いくら無農薬でやってもやっぱりそれはリスクがあまりにも多いんで、そこら辺は非常に厳しいところですね。建物関係で大体1000万ぐらいかかるんですね。この機械が新品で買うとやっぱり300万だろうと思っちゃうんですね。三浦半島の野菜の特徴の一つには、海風によって運ばれる塩分や、1億万年前は深海だったということから、ミネラルが豊富だと言われています。
基本的には同じなんですけど、虫の害さえ出てこなければ。ただそのリスクがですね、うん、全然取れない時もありますし、100% 取れる時もありますね。無農薬ですね。そこでその原型にするとまあ大体そうですね、まあ、100とはいかないけど95ぐらいまではできるっていうことですね。だからそれのなんで今さその畑中に無農薬やんないんですかっていう話を時々聞かれるんですけど、生活できないですそうですね、まあ、いらない葉っぱを見るのかな、バリッとね、この玉際っていうんですかね、はい、ここ切ると硬いんで、この玉の際を取ると、ね、こういう感じですね。こちらはいちごのハウスです。中に入るとモーツァルトが流れています。熱気で湯気が、飯島農園さんではお金のやり取りなしで食事や宿泊場所を提供する代わりに仕事を手伝ってもらうウーフという制度を取り入れています。オーストラリアから来ました、はい、日本の農場いろいろものに作ってる、でもオーストラリアあんまりいろいろものない、今もっと農場は無農薬してる。でそれでハンドルくるっと回して触るんです。すごい。一本一本丁寧に手作業で収穫しながら、除草剤を使わないことで生えた雑草も一緒に取っていきます。楽しいですがかなり大変な作業です。ご覧の通り他の畑も隣接してるんで、そっちから、ね、害虫が飛んできたりすると防ぎようがないんですよね。皆さんはその野菜がどんな風に作られているか知っていますか？